俺の名前はただし、高校教師をしている。そして今日は生徒たちの集まる同窓会の日だった。あら、同窓会って夜じゃなかった？早くない？ああ、ちょっとな。心配な卒業生がいてな。どの生徒も王道の進学ルートを望んでいたが、約6名の学生は結構無茶な進路希望を出しており、俺はその6人の行く末が気になっていた。まず1人目は太子だった。俺、布団屋いいかなって思ってます。寝るの好きだし。布団屋？あんなのそうそう売れるわけないし、うまくいくはずないだろうって。いや聞けよ。布団屋な、年賀状の住所ではあいつ今この辺に住んでいるとは言っていたが。お、本当に布団屋やってる。彼は夢を叶えていた。そして俺は店がちゃんと回っているのか気になり、足を踏み入れた。布団なんてしょっちゅう買うものでもないし、どうやって回して。はいはい、レンタル注文ですね。あ、先生来てくれたんですか。いやー、この時期タオルの注文やらレンタルやらで忙しいんですよね。まあ年始の年賀用タオルの時期よりマシですけど。あと打ち直しっていう布団のメンテナンス業務も溜まってて、すいません、あとちょっとで終わらせますんで。あ、なんかすまない。私はそれから仕事中に眠りだし、寝ながら作業をしていたため、俺はその場を後にした。布団屋ってあんなに忙しいのか知らなかった。まあ夢が叶ったのはいいことか。次に行こう。そして俺が次に向かったのは花子のところだった。花子の進路希望もまた太子に負けず劣らずぶっ飛んでいた。ねえねえ先生、お花に囲まれて毎日幸せに暮らしたいの。そう、まるでプリンセスみたいな。つまり花屋になりたいってことか。大丈夫か、花屋とかそんなに人来るイメージないけど。先生、お金に執着するプリンセスなんている？なんてこと言ってたけど大丈夫なのかな、あいつ。外観は結構おしゃれだけど。すいません。はい。プリンセスに憧れていた花子は。先生来てくれたんだ、嬉しい。プリンセスのかけらもないほどやつれていた。いやいやいや、ボロボロじゃねえかお前、どういう状況だよ。あら、この時期フラワーアレンジの注文多くて、母の日が近いからかしらね。いやいやいや、母の日だけでそんな状態には。ってなんだよこの注文表の数。歓送迎会とか冠婚葬祭とか重なると無限に注文が来るの。ただの無限地獄よ。もう何日寝ていないかわからないわ。暇そうだと思っていた花屋は想像以上に忙しそうだった。まあいいじゃないか、念願の花に囲まれた生活だろ。花なんて何がいいのかしら、もう全部燃やしてしまおうかしら。プリンセスのかけらもねえこと言うなよ。頼むから寝てくれ、ちょっとは寝てくれ。花子はなんとか同窓会までには仕事に区切りをつけて仮眠を取ることを約束してくれたため、俺は次の目的地カンタのところに向かった。カンタも自営業を始めたのか。結構内向的で学校にもあまり来てなかったんだがな。場所はここってカーテン屋？初めて聞いたぞそんな業種。そのあまりにもマニアックなジャンルに正直理解できなかった。ふとし花子と忙しくも店を回している二人を見てきた分、カンタのカーテン屋は二人に比べたらどう見ても繁盛しているようには見えなかった。これじゃあ長続きしないだろう、潰れるんじゃないかな。なあ先生。おその声は。来てくれたんだ、嬉しいな。ようこそ俺の城へ。いや、なんでそうなった。カンタは学生時代の面影が一切感じられないほどリッチな風貌になっていた。カンタは仕事に行くからよかったらついてくるかということで、俺はカンタの車に乗り込んだ。
カーテン屋なんてマニアックな業種、よく続けてられるな。しかもそのリッチな感じ、なんでそうなったんだよ。仕事多いのか？いや、そうでもないよ。今日とかお客様一人だし。ま、見てればわかるよ。カーテン、それは家の窓には必需品であり、一軒家であればそこそこの数のカーテンを必要とされる。さらに彼はカーテンだけではなく、で、絨毯なんですけど、ご予算的に用意できるのはこちらですかね。あら素敵ね、これにするわ。絨毯にフローリングなど様々なものを売っていた。いやー、一軒で結構もらえるんだよね。今日の同窓会も俺がフローリングとかプロデュースした店だから割引できるんだ。引きこもりで内向的なカンタはそこにはもういなかった。カンタ変わったな、いろいろと。ありがとうな、先生。そしてカンタと別れた俺は次の目的地である八尾美のところへ向かった。そして彼女の進路希望は、私絶対八百屋になるから、野菜売って売って売りまくるから。珍しい夢だな。おい、どこに魅力感じたんだよ。だって八百屋やってたらイケメンが野菜買いに来て結婚ルートワンチャンあるじゃん。とても独特な価値観の夢だった。その時トラックが近くに止まっていた。はい、キャベツと人参。いつも助かるよ。八百屋店の野菜は家の動物たちも大好きだからね。嬉しい。ん？この声は、野菜を売っているのは八百屋だった。この後は店に戻って売るのかい？いや、今時スーパーがあるから八百屋の需要なんてないんだよ。この後は病院と老人ホームに野菜を下ろさなきゃだから、ずっと移動かな。イケメンとか買いに来てくれるかと思ったけど、全然そんなことないから。今日の同窓会でワンチャンないか期待してるの。頑張ってくれ。あまりにも悲惨な状況のため声をかけるのはやめ、八尾美の店には行かないことにした。そして次の行き先は軽音部の楽のところだった。俺はロックの良さを伝えるため楽器屋をしつつ、最高のバンドで最高の音楽をしてみせる。それが俺のロックの生き様さ。おお、頑張れ。絶対潰れるだろう、楽器屋なんて。こんな具合で世界観が強烈であり、あまり掘り下げることはなかった。楽のところへ行く前に、俺は学校に忘れ物をしたことを思い出し、学校に先に行くことにした。ん？お前。あ、運よく楽のところに行く手間は省けた。先生じゃねえか。同窓会前に会えるなんてな。ちょうどお前の楽器屋に行こうと思ってたんだ。お前の方こそなんでこんなところに？ああ、それはな、仕事だよ。楽器屋はやってるけど、正直弦とかしか売れないしな。こんな風に学校の楽器のメンテとかリコーダーのまとめ売り、それがメイン収入かな。おお、なんだ、結構頑張ってるじゃないか。ラックンローラーの卵育てるための大切な仕事だ。俺はそう思ってるよ。だから先生、よかったら俺のロックを応援するため CD 買ってくれね。3000円。地味に高いな。わかったよ。そんなこんなで俺は最後の目的地に向かおうとした時だった。その時俺の自転車がパンクしてしまった。マジか、帰りどうしようか。あ、いやでも行けるか。ちなみに次の俺の目的地は帰宅部で、毎日のように自転車で華麗に帰っていたチャリソーの自転車屋だった。自転車こそが俺の全て、だから俺の進路は自転車屋だ。止めても無駄だぜ、走り続ける、いち早く帰るために。それが帰宅部である俺のアイデンティティさ。自転車屋、学生以外にそんなに売れない気もするが、続いているんだな。そして俺はチャリゾーの店に足を踏み入れた。これダメっすね、チューブもいろいろ交換しないと。3000円ちょいもらうけど大丈夫？結構高くないか？パンク修理だけしてもらえたら。先生、修理費こそが俺の全てなんすよ。修理費で取れるとき取っとかないと詰むんすよ。
なんかすまない。この店も潰れないために日々苦しい思いをしているのがシャリゾーの目から伝わってきた。そしてその夜、同窓会は無事開催された。にしても驚いたよ。進路希望でぶっ飛んだ夢描いたお前らが全員夢叶えてるなんてさ。えへへ、騙せ。でもよ、いいのか？何が？いやほら、憧れてた仕事ってやってみると全然違ったりしただろう。そのギャップにお前ら苦しんでないのかなって。ギャップ？ただ俺の想像以上にこの6人はたくましかった。いや全然、布団の面って結構楽しいし。花、燃やしてやりたくもなるけど、やっぱり可愛いしね。カーテンは俺の引きこもりを助けてくれた救世主。それが提供できるのは嬉しい。まあお店は回ってないけど、野菜喜んでくれてるしね。どんな人生もロックに変える。それが俺さ、あとライブもしやすい。自転車修理の時、女子高生の足を間近で見れるから約束だよ。シャリゾー、今の言葉二度と言うなよ。すいません。約1名不純な動機の人間もいたが、俺には6人がとても輝いて見えた。そしてその日の同窓会は終わった。じゃあなお前ら、これからも頑張れよ。ありがとうございます。無理だろうと見下していた生徒たちはたくましく夢を叶えていた。潰れそうな状況もたくさんある中、きっと工夫して頑張り続けたんだろう。見えない努力の積み重ねが彼らの未来を作ったのだ。そんな彼らにできるのなら見習わないとな。俺にだって何かできるかもしれない。そう思った俺は思い切って教員を辞め、喫茶経営を始めてみた。これならきっと映えるだろう。あいつらきっと驚くだろうな。そして1年後。やべえな、なんだかんだ先生の店行くの遅くなっちゃったよ。完全に私なんて忘れてたよ。急に行ったら驚くかな。まあいいでしょ、サプライズサプライズ。そうだな、みんなでたらふく頼んで困らせてやろうぜ。俺の生徒たちは俺の店にやってきてくれた。だがしかし、自営業を続けるハードルの高さを俺は分かっていなかった。潰れてる。どうしよう、先生目死んでるよ。なんか言ってやれよお前。やだよ気まずい。さすが先生、チリザマもロックだぜ。帰ろうみんな。帰宅部らしく。帰宅部お前だけだからな。聞こえてるよ。自営業をしたいと思っている人はどうか計画的に始めることを勧める。廃業の心の傷はかなり深い。